日本酒スタイリストで管理栄養士スポーツ栄養士の小畑テレミです今回は日本の国酒であり健康や美容に効果があると言われる日本酒の健康的な飲み方についてご紹介していきたいと思いますそれでは早速始めてまいりましょう昔から酒は百薬の長と言われ適量の飲酒は 健康の維持増進に役立つと言われてきました。こちらのグラフは各国で行われている飲酒量と死亡率の疫学調査の結果をまとめたもので、適量飲酒する人は飲酒しない人や多量に飲酒する人に比べて死亡率が低いことが分かります。この傾向は人種や性別、地域差などに関係なくほぼ。 世界的に共通して見られると言われていますこのように適量飲酒の死亡率が低い理由についてはさまざまな要因が考えられています適量飲酒の健康効果について具体的に見ていきましょうまず一つ目は食欲増進効果粘膜を刺激して胃液の分泌を促し食欲増進に役立ちます 2つ目はストレス発散効果適量因子は理性や本能を司る脳の部分を刺激し爽やかに陽気になりストレス発散に役立ちます3つ目はリラックス効果日本酒には人間本来が安心する味覚であるうまみ成分のアミノ酸と甘みの糖質が多いのでリラックス効果につながります 4つ目は拒絶性心疾患の予防効果です。遺伝子のメッセンジャーである RNA に含まれるアデノシンには血管を拡張すす。る働きがあります日本酒にはこのアデノシンが他のお酒よりも多く含まれているため血管を拡張し血液が流れやすい状況を作ってくれると言われています。このように、 日本酒の適量摂取によりさまざまな健康効果が期待できるのです続いて日本酒の美容効果として次のようなものが挙げられます日本酒に含まれる有効成分が発毛剤や育毛剤に使われています日本酒にはグリセリンに似た物質が含まれているので保湿に役立ちます日本酒は 他のお酒に比べ体温を上げ維持する効果が高いと言われています体温を上げるということは血液循環が良くなり体の末端まで血液が行くので肌ツヤが良くなったように見えます日本酒のアルコールは体内でどのように流れていくのでしょうか口から入ったアルコールは胃と小腸で吸収され血液によって肝臓に送られます 肝臓ではアルコールを2段階で分解第1段階はアルコール脱水素酵素で毒性があり悪酔いの元となるアセトアルデヒドに分解されます第2段階はアセトアルデヒド脱水素酵素で無害な酢酸になりますそして最後には水と CO2 になり体外へ排出されていきます この第2段階の酵素は3タイプあり遺伝子の組み合わせで酵素の働き具合が変わってきます体格や人種などによって異なりますが日本人の場合には約4割がこの酵素の働きが弱いタイプさらに1割はほとんどお酒が飲めないタイプに分類されますそれでは悪酔いを防ぐコツをご紹介しましょう まずはアルコールをなるべくゆっくり吸収させることが大切ですそのためには食べ物を食べながら飲むと胃の出口にある幽門がキュッと締まりアルコールの胃の停滞時間が長くなるため悪酔いを防いでくれますまた日本酒とともに柔らぎ水・チェイサーを飲むことも悪酔い防止に役立ちます逆に短時間の大量飲酒は 最も体にダメージをもたらすので控えましょう日本酒はさまざまな温度で楽しまれていますアルコールは太陽に近い温度で吸収されるため冷たいままで飲むと酔裕を感じるまでに時間差が生じるため飲みすぎることもあるでしょうおかん酒ならタイムラグが生じにくく飲みすぎることが少なくなります アルコールの血中濃度と酔いの状態についてご紹介しましょうまずはこちらの表をご覧くださいこちらは日本酒の摂取量とそれに伴う酔いの状態を示したものです健康的にお酒を楽しむためにはアルコール血中濃度0.1%までのホロ酔い気が一つの目安になります アルコール血中濃度0.3%を超える泥水器では、記憶を司る海馬が麻痺し、記憶が飛んでしまう酔い方になりますので、お気をつけください。血中アルコール濃度は、飲酒量×アルコール度数を定数の833に体重をかけた値で割ると、算出することができます。 逆に血中アルコール濃度を0.1%以下にして計算すれば自分に合った程よい飲酒量を算出することができますアルコールが体内で代謝される時間は個人差がありますが日本酒 180ml で4,5時間 360ml では7,8時間 540ml では10から12時間と言われています 日本酒にもエネルギーがあるから、おつまみは食べないというのは、悪酔いにつながりやすく危険です。こちらの図は、アルコールとタンパク質の関係を示したものです。タンパク質摂取量が少ない状態で飲酒した場合、タンパク質をしっかり取って飲酒した場合に比べて、酔いの指標である血中アルコール濃度が高知を示しています。つまり、飲酒の際には、 アルコール分解時に必要な酵素の原料となるタンパク質を十分に摂ることが大切ですタンパク質はお肉、お魚、卵、大豆製品や乳製品に豊富に含まれていて体内ではアルコール分解酵素のほか骨や筋肉、皮膚や髪の毛の材料になりますしたがってタンパク質をしっかり取らずに飲酒ばかりしていると肌のかさつきや 髪のパサつき、免疫力の低下を招きかねませんまた、日本酒を飲んだときに必要量が増すビタミンやミネラルなども一緒に摂りましょうアルコールの代謝で必要量が増すビタミン B1 アセトアルデヒドの分解を助けるビタミン C 抗酸化作用が期待できるビタミン E アルルコール摂取量が増加することにより尿中排泄量が増すカルシウムマグネシウム亜鉛を豊富に含んだお料理を積極的に摂ると良いでしょういかがでしたでしょうか。がででししたょう今回は日本酒の健康的な飲み方についてご紹介してきました日本酒の適量飲酒で健康を維持・増進しながら 日本酒本来の味わいや魅力をお楽しみください。それでは